たらこうやってやったりとかするはずなのに、ずっとこうやってやってたりとか、うわーって言ってこう山上に動いてるんですよね。本来だったらもう下にふっていっちゃえばいいんだけど。日本热门影集《经济之国的闯关者》第二季近期火热开播，除了场面更加浩大，在电脑特效上也将细节做得更精致，让影迷看剧时直呼过瘾。其中武打戏没找替身，而是由演员们亲自上场。饰演女主角宇佐木的土屋太凤就在 IG 分享了她的幕后训练花絮，只见她又是翻滚又是打拳，拼尽全力的样子真的超级帅。体能极佳的他其实是体育大学的学生，不过戏中的主角并没有学过武术，因此土屋违背自己的肌肉记忆，在战斗时增添一些不必要的闪躲动作，只为了将角色诠释得更到位。ウサギっていうのはその格闘技を習ったことがないので、習ったことがない人が動く動きっていうのを模索するのがすごく課題でしたね。やられてるパコパコパコってやられてる時に、本当だったらこうやってやったりとかするはずなのに、ずっとこうやってやってたりとか、今のシーンでこう下からこうやられるシーンがあるんですけど、うわーって言ってこう山上に動いてるんですよね。本来だったらもう下にふっていっちゃえばいいんだけど、無駄な動きを入れるっていうところがやっぱウサギのアクションなので難しかったです。ただこう良ければいいとかじゃないので。